寒天は、天草、おごのりなどの高想類の粘液質を凍結、乾燥したものである。英語では、マレー語からの借用によりアガー、アガー、または短縮して、アガーと呼ぶ。乾燥寒天を冷水に浸し沸騰させて、炭水化物さを溶かし、他の物質を加えてこし、摂氏38度以下に冷ますことによって固める。寒天はゼラチンよりも低い1%以下の濃度でも、 ゲル化が起こる。一度固まった寒天ゲルは摂取85度以上にならないと溶けないため温度変化に強く口の中でとろけることがない。日本国内の流通量では2000年以降工業的に製造された輸入品の数量が従来製法を含む国産品を上回っている。食用のゲルの材料という点では牛や豚から作られるゼラチンに似ているが 科学的には異なる物質である。江戸時代前期、山城国紀伊群伏見後加護城において、旅館、美濃屋の主人、美濃太郎左衛門が、島津大隅守が滞在した折に、古外へ捨てたところ点が凍結し、日中に溶けた遊びを経て、乾物状になったものを発見した。試しに溶解してみたところ、従来のところ点よりも美しく、海藻臭さもなかった。これを、 大爆山満腹寺を改装したインゲン禅寺に試食してもらったところ、精進料理の食材として活用できると奨励され、その際に人間によって寒天と命名されたという。以上を寒天の起源とする伝承は、複数の書物に見られるが、具体的な時期は諸説ありはっきりとしない。小崎直信は、島津大み守るとは、島津光久を指し、 島津国史の記載から1657年旧暦10月から12月にかけての江戸参勤を起源とするのが最も有力だと考察しているが、金森宗和の宗和献立に小堀所店、虎屋の1651年の記録に氷所店という記述があることから起源はさらに遡る可能性がある。明暦年間節を取る資料では当初は 軽油の干物という名称で呼ばれており、その後、万事年間に人間が寒中に生するをもって寒天と命名したと説明されている。当初は水で洗ってそのまま食することが多かったと考えられ、1671年間の料理献立集に寒天を使用した精進刺身が載っている。菓子材料としては、1707年の五菓子の絵図に寒天を使用した。 サオガシが見られる。その後、節ッツ島上郡原村あざ城山の宮田半兵が製法を改良して、寒天製造を広める。1798年には、寒暖差の大きい島、上郡、島下郡、野瀬郡の18家村による、北雪山郡寒天株仲間が結成されており、農寒期の余業として、寒天製造が行われた。 寒天製造は1830年頃に隣接する丹波国へも伝播し丹波国へ行商に来ていたシナノ国諏訪郡アナサン村の行商人小林久米財門が1841年から1842年頃に諏訪地方へ寒天製造を広め各寒天として定着した同地での各寒天作りは21世紀も続いている1881年 ロベルトコッホが寒天培地による細菌培養法を開発したため寒天の国際的需要が増えた。このため第二次大戦前は寒天が日本の重要な輸出品であったが第二次世界大戦中は戦略的意味合いから輸出を禁止した。寒天の供給を断たれた諸外国は自力による寒天製造を試み、 自然に頼らない工業的な寒天製造法を開発した。こうして作られたのが粉末寒天である。第二次大戦後には日本でも工業的な製造法の研究が始まり、1970年頃には製造会社が35社にまで達した。しかし、2004年には5社ほどにまで激減した。日本では現在、蒸気の長野県千野市のほか 岐阜県江なしで再貫運転が作られている。屋外で寒天を干す場合、冬季に晴天が多くかつ1日の寒暖差が大きい、ことが良質な寒天産地の条件である。諸外国では、モロッコ、ポルトガル、スペイン、チリやアルゼンチンで寒天が製造されている。寒天発祥の地、オモノリテング天ボシ寒天シ寒天は12月から翌年2月の玄関期に製造される。 工業的には、均質な粉末寒天が製造される。ほとんどは、食物繊維からできており、人の消化酵素のみでは分解されない。ただし、いくらかは、遺産により分解し、アガローリごととなり吸収され、生理的な作用を持つことが近年研究されている。寒天の凝固作用は、多糖類に由来する。このため、パイナップルや、 キウイフルーツなどの果物に含まれるプロターゼによって、凝固が阻害されず、よって、ゼラチンでは凝固できないこれらの食材の疑似ゼリーとして、利用されている。寒天氷持ち菓子の材料に用いられるほか、ほとんどカロリーがないこと、腸において、油や糖分の吸収を妨げることから、ダイエット食品として、また、 前日のアガローリごとに着目した健康食品としても注目されている。立方体状に裁断して蜜豆の中に入れるほか牛乳に粉末寒天を添加して固形にした加工食品は牛乳缶あるいは牛乳香と呼ばれる。これは中華料理の杏仁豆腐に好んで利用される。石川県の加賀料理、ベロベロのように 生姜の効いた出汁に溶き卵を加えて固めた料理がある。ゲル化剤にも使われ、卵を使わないプリンにも使われる。米飯に寒天を添加して摂取したところ米飯の実と比較して食後の最大血糖値が低下し、GI 値も減少が認められた。寒天場一寒天は様々な水溶性の物質を閉じ込めることで固体のように扱える利点があり、多くの場面で利用される。 培養液に寒天を加えることで液体培地を固形培地にすることができ植物の組織培養や微生物培養の際培地の固形化に用いられている寒天で固めた培地は寒天培地と呼ばれほとんど培地の代名詞のような存在である他にバルタ、フォークとはイモリの卵の細部に染色するために色素液を寒天で固め それをごく小さく切って卵表面に貼り付ける極小生態染色法という方法を開発した。植物ホルモンのオキシンの研究でも目の部分を切り取って寒天に乗せ、この寒天を使って成長を調べた例がある。また特に純度の高いものは拡散の電気栄動にも使用される。虫歯により失われた破寒形態はごく一部の例外を除き再生することはない。 歯間を修復する場合、歯科医師が被せ物を作りやすい形に切削し後日、出来上がった補鉄物を患者に装着し、治療を終える。補鉄物は主に金属製で有点の都合上、患者の口腔内で製作できないため、歯並びを精密に再現した石膏模型が必要になる。石膏模型は弾力性があり、細部が再現できるなどの要件を満たす材料で、 花並びを再現したものに、歯科用の石膏を流し込んで効果を待ち、形を整えて出来上がる。歯科医療に用いる印象剤の一つに、寒天印象剤がある。寒天印象剤は、弾力性があり細部再現性は良好であるが、寸法安定性が悪く、水分を吸収すれば膨張し、大気中に長時間放置すれば、寒天内の水分が蒸発し収縮してしまう。よって、 観点印象材からは素早く石膏模型を製作しなければならない。ありがとうございます。